まあ今日もよろしくはいこんにちはよろしくお願いします、はい、さあ今日政府がこの福島の大地原発でこうどんどん溜まってるあの原発の処理水これを2年後にこう海に放出するって欲しい決めたよね。 はいあの10時半にねたまたまテレビでニュースを見ていたんですけれども結局、その今たまりにたまっている処理水が行き場がなくなっているっていうことですからでもただね単に海洋に放出するということにはいきませんから基準としては国がというかまあ原子力発電所から出るそういう処理水を、うん、あの海に放出したりする時の基準の。 まあ日本ののの基準分に薄める、うん、それから飲み水の基準としては WHO が決めてるんですけれどもこのトリ,ウトリチウムですね放射性物質のトリチウムが含まれているので、はい、それを7分の1に薄めてから放出をするというようなことが発表されて。はいでまあ、同時にもちろん風評被害のね あの話が出てきますよね、農業とか、まあ、水産業の方たちにでそういう方たちに対してのもし、まあ、そう被害が出たら東京電力から補償をさせるしそれから、まあ、国としても支援をするでこれは2年後に行うということを、まあ、決めたというニュースだったんですよね。うん、であのね特にあのげ原発のあそこではあのメルトダウンが起きちゃってでだけどその下にこう地下水が流れてるんだよね。 で地下水がどんどん流れてくると、うん、結局そこで汚染されてしまってそれをなんとかこう処理をしようとしてあのその処理のシステムによっていろんな放射性物質を除去してるんだけどトリチウムだけは取れないっていうんだよね。うんだよ、ねうん、であの専門家に言わせるとトリチウムと水を分離するというのは言ってみれば。 水道水に例えばミネラルウォーターを流,流し込んで一緒になった後ミネラルウォーターと水道水を分けることができますかできないでしょで、専門家によってはこういう言い方する人もいるんだよね。トリチウムっていうのは液体なんですかあ,あの三重水素っていう要するに H2O の,の水そのものにここがあの放射性を帯びているということなんだよね。なるほど、うんうん、だから水と全く同じもので で専門家に言わせると飲んでも体にたまらないっていうんだよねすぐに、うん、あの飲み水なんかみんな排出されるでしょ、はい、同じようにこれもすぐ排出されちゃうと、うん、だからあの危険じゃないしあるいは雨水なんかにもこうトリチウムってのは合ってるので自然界にあ,のあるんだから薄めれば何でも問題がないんだよ、うん、と専門家は言うんだけどでもね原発の事故であってあの処理の。 えー汚染されたものを処理したとはいえ、はい、海に流すのかというとやっぱり嫌だよねっていう人は多いよよねねそうですよ、ね、じゃあ、例えばそのあの今回、ね、WHO の飲料水に含まれるトリチウムの7分の1まで減らして薄めて、まあ、放出するって言いますよねじゃあ薄めめたものを飲めるんですかあだからそうその薄めたものの基準によればこ飲,むこと飲むことができる。 っていうことだけど、まあ、普通はそもそも飲まないし、うん、それを海に流すんだっていうことになるけど。そうすると、魚の体内に入っちゃうんじゃないかと、うん、うう心配する人いるよね。うん、うんうん、いくら薄薄めたと言われても、うん、心情的にって言いますか。うん、嫌だなっていう感情が芽生えますよね。どうしてもそうだよね。うん、でも、これ一般論としてね、原発で、こう運転してると、コルトルチームって出るんだよね。 だからこう原発からこう排,あの排水を出すでしょ、これにこうみんなトリチウムって入ってんだよね、外国の原発だって。うんはい、でだからそれは普段こう問題にならないというか、みんな、えー、ニュースにならないから問題にならない、でも今回のようにこう事故が起きた後大量に溜まったものを出すってなると、なんとなくイメージ、印象が違うよね。 違います。であのトリチウムってあの半減といいますか減っていくんですよね池上さんこれ。そう半減期っていうのねそれぞれの放射性物質によって、うん、この放射線のあの量がこう出るのが半分になる期間これが半減期って言うんだけどトリチウムは十二年なんだよね。うん。だからこれタン庫に貯めている間に少しずつ出る放射線は確かに減ってるんだよね。だからまあ理想を言えば もっともっとタンクをたくさん作ってうーんとこう貯めておいて、ね、10年以上例えば20年経ってもう放射線があんまり出なくなりましたよだから保湿しましょうねっていうならまだなんとなくそれでも納得できるかもしれないんだけどでもちょっとでもあるんでしょってなるとよくあるよねこう専門家はえ安全だと言っても一般の人はでも安心できない安全か安心かっていう問題起きるよね。 うーんそうですね、じゃあの、決めた方たちは、それで納得して、うん、あの安心して、まあ、例えばですけれどもあの、その水をね、飲んで試したりするってことはでできるんですかね, 2>, 2, ね2年後にいよいよこれをやるわけでしょ、うんうん、2>, 2年後の総理大臣が、ほら、安全です、私が飲んでみせますって、やるかな、やらないですよね、<laughs> やらないだろうね。 このトリチウム以外のものを全部取ったと言ってるんだけど大急ぎでやったもんだから今タンクに溜まってるのトリチウム以外の放射性物質もちょっと含まれてるんだってねあなるほどだから放出するときにはもう一度この放射性物質を取るあのあの仕組みこれ a プスっと呼ばれてるシステムがあるんだけど、うんうん、もう一度そこにやって本当にトリチウムだけにしてそれからそれを薄めて、えー、流すというのを2年後に始める。 というこういううう手順を踏むそうだけどね、うんうん、こう考えてみるとあの今、いろいろなことで、ね、あの原子力発電の問題ってずっと続いてますよね、うんで、今回みたいなことが起きないっていうことは言えないじゃないですか、そんな中であのこれからもまあ原子力発電を継続していくっていう選択肢はどうなのかなってやっぱり考えさせられちゃうんですよね。うん でさらに原発をこれからも運転していくってことは他の原発からも実はトリチウムが海に流れてるんだよね。で今回のこれだけを問題にしてもいいのっていうことにもなってくるしね,、うんうん、ねやっぱりねそれどうしてもこう安全と安心ってこう両方をこうクリアしないとという思いがあるし特にあの魚を買うっていう、ね、消費者の立場でもね えそこで取られたのなんとなく嫌だなってなるといや学者たちは大丈夫ですよと言ってたってどうせなら他の魚をってことになると福島の漁業者に結局影響出ちゃうんだもんなうんだから難しいですよねね本当に、ね、うんだ,かだから改めてこう、ね、科学的には安全ですよと言われてもでも私たちの気持ちで安心安全と安心をどう両方こうクリアするのかってこと難しいけど。 政治家も考えなななきゃいけないけってことだろうしなそ,うそうだと思います、だから安心さ、ね、私たちが安心を得るためには、まあ、いくらこうやって40分の1だ、7分の1だって言われたところで、これまでの経緯とか、やっぱりその放射性物質に対する枠、もう本当にもうなんて危険っていう、そういう不安ですよね、うん、でそれはそういうことでは払拭されないっていうことを分かった上で、安心材料を提供してほしいっていうか、うん、そんな気がしますね。うん 本当そうだよね。はい。あ、じゃあ、今日はここまでにしましょう。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。チャンネル登録、よろしくお願いします。ポチッとね。いろいろなものがまだ上がってますから、そちらも見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。